再くらいこの気持ちを君に渡していいのかもわかんないし、話さなくたって服の色とか選ぶご飯だとか笑い方やため息の数で君がわかるようになる、そういえば言葉もあるんだったらって二人してたまに思い出すくらいになれたいいのにと思う。したいことを言わせてもらうと辛い